こんばんは、どうも、鳥の人でーす。今日はここです。あ、信号がちょっと猫がいますね。ちゃん猫がいます。よし、行こう。大丈夫だよね、車。大丈夫じゃない。マジ怖いんだけど。前撮った時も大丈夫だったから平気かな、よいしょ。電気つけらんないね、まだね。そうだね、まだ時間が早いから。そう、下降りると真っ暗だから。ここの橋も撮りたいんだよね、後でね。うん、まあ、実はね、ここじゃないんだよね。今日裏ルートから行きます。寒い。高戸橋。高戸橋って言うの、これ。ちっちゃい通入ってたよ。高津橋かな。そう、もう向こうに見えるかな、ここから。昔ここに登ってな、怒られたな。怒られるって高所恐怖症のやつが何やってんだっつって。何が起こった。いや、頭おかしかったんだろうな。うん、いいね、今日星。うん、やべ、見えねえや。うん、あ、見える見える、向こうに。うん、あの光ってるとこかな。そう、向こうに見えねえや。見えない。見えねえや。はい、行こう。ホットシューが大丈夫か。電池がなくなる。電気？電池。ああ、そこ謎なんだよ。謎ね。しかもすごい行き止まりなんだよ、ほら。うん、ねえ。簡単に。そう。ここから降ります。あ、じゃあ今日は向こうから降りるか。うん、こっち側からね。本当はこっからでもいいんだけど、うん、下に降りられるんだけどね。信号は渡んなくてよかったね。うん、また渡る羽目になっちゃって。遠回りしたかったんだ。そう、オッケー。さあ、到着です。はい、さあ、ここはなんてとこだろうね。なんてとこだろうね、ここね。ここからつけるよ、電気。嘘だろ、つかない。行きましょう。ボコボコだね。そう、羽田騎馬、あ、もう行っちゃったよね。行っちゃったよね。何言った。あ、そうそう、ね、いや、いいんだよ、羽田騎馬だよ。そう、行っちゃった今。もうダメなんだよ、疲れてんだよ、いろいろ。もう疲れてる。そうだよ。そうだよ。やべ、やべんな、ほんとに。なんでここってこんな有名なんかね、心霊スポットとして。でも俺言うて3回撮影来て動画に残したの1回だけだからね。あ、そうなんだ。そう、全て。でも今日は風いい感じじゃない、多分吹いてない。うん、私も、何があったし。何があったし。そこ
あそこにベンチみたいなもんがあるでしょ、はい、あそこで変な写真が撮れたって有名なとこだね。映像として撮れてくれよ、な。よし、こっからですね。で、ここのすぐ上、うん、が、あの、妖怪神社っていう、うん、うん、なんか、そうそうそう、さーて、何が出るかな何が出る、何が出るかな。まあ、1回目の映像ではね、あの、タヌキが出てきて、俺クマだっつってるけどね。かわいいクマだね。そう、発狂してるからね。そう、よかった。本当だよ。こっからしばらく階段が上ったり下ったりする。消費しないとね。そう、ここね、怖いとこがあんまないんだけど、うん、川の音がマジうるせえ途中から。そう、あと石がいっぱい積んであるんだよ、うん、何なんだろうあれ。よいしょ、多分怖いの。いい、何が、あ、びっくりした。そう何が一番雰囲気あるのここだからね。それでカサカサ言ってる、怖い。赤い橋は見えるな。写真だけ撮り行きたいんだよね、うん、ちょっと待ってね。こっちのライト、ちっちゃいライトだけどでっかいライトに変えていい、うん、え嘘でしょ。おい、おい、あ、これでいい。タバコ吸うとこがあんのよ、こんなところに。危ねえよな。そう、超危ねえな。そう、そうなんだよ。ほら危なすぎんだろ。あ、怖い怖い、高い。やーべ、急斜面だな。こっち側が来たの初めてだからさ、うん、ちょっと、あ、膝大事に。本当だよ。なんかね、岩にね、なんだっけ、この前の野巻展望台だっけ、あのスカイツリーが見えるとこあったじゃん、山の上に、うんうん、あそこのもなんかゴリラ岩とかあったでしょ。ここも同じ岩がある。そうなん、そう、発狂するね。そう、あ、ほんとだね。これか、よくわかんないけど、どれ？これ？よくわかんないんだよね。私もよくわかんない。これ多分一般的なものなんだよ。違うじゃん。これわかんない。下？でも矢印が向こうになってるね。うん、岩見に来たんじゃねえんだけどな。何か現れるものを取りに来たんだけどな。ゴリラ出るとか、クマより怖いけどな、ね、ちょっとマジで足場が、まあ、一段の高さや、5メートルぐらいあるわ一段が。何これ、よいしょよいしょ。
はあ、危ねえ、そう危ないね、本当に危ないからね。そこいいんだよ。ほら。本当大丈夫。落ちるんだ俺こういうとこから。なんだろうね、アスレチックかなんかそう。マジで危ねえ。おじいちゃん。おじいちゃんやべえよ。ほんと階段苦手。苦手だよね。そう、すぐ落ちるから。落ちるからね。びっくりするからね。ほんとにびっくりするからね。どこだったかな。スケルトン岩あったでしょ、うん、スケルトン岩ってそれ外国通岩だとちょっと縁起悪いみたいなそういうのがあったじゃない。ここの東屋で定点した映像が、うんうん、あの怖い系のあの DVD で2回見たことあるな、うん、また吸い殻入れ、すごいな。よし、この通りかな、この下降りた、うん、この通りに弱くない岩が積んであるんだよ。それ見て最初ビビっちゃって、うん、何のために積んでんだろうと思って、うん、こっちのこの右側にある超小さい、もうちょい先、なんかこんな感じで積んであって、うん、もっとちっちゃいのも積んであるね。寒い。あ、本当だ。さあ、なんか昔さテレビでさ、うん、こういう石を積むのが特技のおじさんだよ、うん、何やってんだよ。本当だ。やっぱ積んであるでしょ。絶対やめた方がいいから。積んどくじゃないよ。相変わらず風吹いてんな。吹いてるね。ちょっと風止む待つか。止む。くそ。あと今日ここ結構猫がいるのよ。この前ここで休んだの、うん、そしたら足元に積んであって戦列してすぐ逃げたよ。なんで早く気づかなかった。わかんねえ、崩すと思って怖かった。本当だよ。で、そこに最後の階段がある、うん、で、上の羽滝橋に登る階段ね。で、ここに下に降りてくれる場所があるのよ。
なんかポットホールか、うん、とか言われてる場所があって、ポットホール、そう、渦巻いてるみたいな、なんつうかあの変な、よくわかんないけど、水流のなのかな、なんかが、そう、これこれこれ、あ、下に石があって、うん、なんで浮遊石な、浮いてるわけな、なんなあれ浮いてるけどね、なんなんだろうねやべえな、ね、潜って見た人がいたんだろうね、死ぬけどね、多分あの水流巻き込まれたらねここから下降りてって、うん、少し下るとスカーライン出るんだけど、うん、放流の時に行くと確実に死ぬ、死ぬだろう、うん、だいたい放流の時って放送でさ、川に近づかないでるって言いますよ、あとサイレンになるよね、うん、ここがひどいんだよな、ほんとこの階段が一番嫌い、降りてくるも嫌い、これ登る方が楽じゃない、嘘だろ、なんか地味に斜めってるから、斜めって上見ると気持ち悪くなるね、右に斜めってんだろう、ね、なんか女の人の顔でも覗いてないのにな、ね、そうよいしょ、なかなか出会わんもんですね、電気が切れたんだけど、そうですね、まあいいや、これでいい、よいしょ、疲れたんだけど、これなんかね、筋肉頑張ってる、うん、シリキン頑張ってる、はい、休憩、休憩ね、あいて、疲れた、この辺置いとくかな、うん、電気消して、うん、よし、休憩、はあ、そこの橋だよな、普通は向こうから来るんだよ、いつも、うん、な、はあ、でこの橋の向こう側に慰霊碑かな、あれかなんかあって、あの写真撮ると赤く写って、うん、あの写真になんないっていう、うん、あの有名な慰霊碑、うん、一回もなったことないけど来るとこで行っちゃダメ疲れた、うん、やべえな、これ上から行ったら楽だな、疲れた、そうですね、本当だよ、やべえな、今の階段上りやばいな、パンパンだな、足がね、えじゃあ、向こう側取って足を往復してくれるから、とりあえず蹴ってもしたいな、例年より寒くないんじゃない、今日はね、あったかいよ、うん、まだいいかもな、うん、だって手が痛くない、あ、そう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 、顔面も痛くない、このビデオを持ってる手がえらい痛いんだ、いつも、また段差がおかしい、やばいわ、ふざけんなよ、
死ぬ風やばいか。やばそうだな。ここで若干吹いてるか。大丈夫かな。降らせちゃった、やっぱダメだな、ここ風が。あれ？あっちだ。あれ？通れない？ん？大丈夫か？あらららら。ここから降りてって、ちょうどあの真正面にあるんだよ。あそこ写真撮ると赤く写るなんてよく言われてたんだけど、俺はこっちの方がビビったけどね。もうライトが充電しないからこんなんなんだよ。全くしないの、いつも駅の心霊スポット寄って、そのまま車に積んでた。消しちゃおう。天気良くてよかったな。人がいる。左のベンチか。チャリに乗った人かと思った。やめろって。危ないから、本当危ないから。いる？いや、見えるんだよ、実を言うとってね。本当やだ。そんなこと言い始めたらここから飛び降りるわ。たっか。マジ無理。何度来ても高いな。さっき来た赤い橋だね。久しぶりだな。でもまあ1年ぐらいかね。去年も寒い時期に来たから。そう、てか夏に来るとここ人しかいないのよ。あ、そうで寒い時期に来るともう結構人いなくなってるから。あとそこのトイレだな。そこにトイレがあるんだけど、あそこのすりガラスあるでしょ、すりガラスに変な人、外から人が覗いてるような絵が撮れたのよ。人いないはずなんだけど、でワンちゃんいたかもしれない、そっち側見てないから。
でもな、新しくなっちゃってるな、うん、中見て言うか、あの鏡があるかどうか、前なかったのよ、外されたの全部。なんで？わかんない、どうなんだろうな。映っちゃいけないものが映っちゃう、映ってほしいな、ね、全部斜めに映ってる。本当だ。ちょっと暗ここ回転じゃなくなる。ほら鏡が、鏡が取り外されてんの。女子トイレ分かんないです、映せないかな、そっちは。うん、ない。前さ、配信できた時かな、あれは。ここに鏡ないよって言ってて、で、ウェブカメラを向こうに向けたの。でその時に俺キョロキョロしてんだけど、こうやってこっちにカメラが向いた時に、あそこにガラスあるじゃん、あそこに人が立ってんの、夜1時よ。人が向こう側からくっついてるような感じ、ガラスに。そうするとうっすらシルエットと服の色が映るじゃん。何だったんだろうね。でなぜかこの通りはずっと鏡が外されるっていう。それプラス、まあ、横が有名な心霊スポットだと、うん、ね、何なんだかね。定点したいな。ただね、うん、鏡を設置するたんびに、いるかな。設置するの諦めたんですきっと。まあこんなもんかね、ここはね。あとはそこまでまっすぐ行って駐車場戻るだけ。何やってんの？え、何やってんの？あの人。定点でカメラ置いときたいけど、怖いんだけど。一人じゃない？え、何やってるあれ？え、跳ねてる？向かいに人いるよ。二人ですよ。あ、踊り？ダンスの練習？様子のおかしい人がいると思って。なんだあれ。なんだよあれ、マジ怖えわ。びっくりした、びっくりした。はい、じゃあこの辺で閉めるか、はい、よし。次はね、ちゃんとライトをね、充電していきましょうね。そうですね。はい、この辺かな。羽田滝橋でしたね。何、はい、葉っぱの音。うん、消しちゃった。あれか、羽田木橋でした。お疲れ様です。帰るよ、せんちゃん。じゃあねー。